アイザック・ランドは、イギリスの薬剤師、植物学者である。チェルシー薬草園の設立初期に、植物目録の出版などの仕事を担当した。薬剤師名誉協会の会員で1673年の、チェルシー薬草園の設立に関わった、ジェームズ・ランドの息子であったと考えられている。1700年には、ロンドンのヘイマーケットで薬局を営んでおり、イギリスの植物学者、 レナード・プルークネットの著作に、タデカスイバ属のルミックス・パルストリスの発見者として、研究されている。1707年に、植物収集家として知られる、ジェームズ・ペティバーや、ジョセフ・ミラーと働き、1718年に、ペティバーが没した後、薬草園の学芸員に任じられ、その仕事を1738年まで続けた。1722年に、 博物学者で富豪のハンス・スローンが薬草園に隣接する土地を購入し、薬草園を支援するようになり、有名な園芸家のフィリップ・ミラーが薬草園で働くようになった。チェルシー薬草園の植物目録を王立協会企業に定期的に発表し、1730年に、インデックス・プランターラム・オフィシナリウム、クアスアド・マテリア・エメディケイ・サイエンティウム、 プロモベデカメートルインウォルトゥー・チェルシオのアリエシー、デモンストラーティ・キュリバット・サキータス・ファーマシューティカ・ランダネンシスを出版した。1739年に王立教会フェローに選ばれた。アカネカ・ミサオの貴族の学名、ランジアは、ウィリアム・ヒューストンがランドに懸命したもので、チェルシー役草演を訪れたことのある、カール・フォン・リンネはその名を分類名に採用した。ランは、 植物の学名で命名者を示す場合に、アイザックランドを示すのに使われる。インデックスプランターラムオフィシナリウムインオォルトゥーチェルシオノ。ありがとうございます。